以上。ちょっと待って、本当に顔やばくない？びっくりじゃない？ちょっと待ってね、見える顔にしていきますから。今から一旦前髪をやれば。やばいですよ、ごめんなさいな。てかなんか T シャツステージの服着たんですけど、可愛いですよねこれ。でも全然見えてないから、ただのなんか黄色の服になっちゃったんだけど。待って、 AirPods さ、繋がったりしないよね。大丈夫だよね。ごめんねマジで、本当に寝起きみたいな顔ですみません。よいしょ。今までさっきまで葵の配信を見てたら、帰ってきてから葵の配信を見てたら、あの配信9時からしたいってこと忘れてた。そうニアジョイカラーなの、似て可愛い。ありがとうね、褒めてくれて。こんな顔で今ツイッターもさ投稿したからさ、見てみんな見てほしい。ちょっと待ってね。よいしょ。ちょっとボサボサなんですけど、まあ許してください、お願いします。今日はティフありがとうございました。もうメイクももう取れてて、ちょっとあんま見ないでほしいんですけどとりあえず楽しかったので、みんなにあの感想っていうか、感想なんかいっぱい話したいなと思って、あの配信始めちゃった。あとは8月はいっぱい配信したいなと思って。やっぱりイベントの後に配信したらさ、みんなさやっぱ楽しいじゃん、楽しいっていうかなんかいいじゃん。なんかほくろなのかゴミなのか分かんなかった。ほくろでした。あれほくろじゃない、あれもしかしてマスカラですか。リップないじゃん、リップ塗らなきゃ。よいしょ、やばいよもう疲れたすごい、もう率直にめっちゃ疲れたなっていう、すごい疲れた。楽しかった。でもあ足大丈夫だよ、なんか一応念のためみたいな感じだったので、全然別に痛いとかではないので心配しないでくださいね。ツインテールよかった、ありがとう。ツインテールよかったって言ってくれるのは嬉しい。なんかメイクあんましてないのに赤リップ塗っちゃったから、すごいちぐはぐになっちゃった。ちょっと待ってよちょっと待ってね、萌え台詞まだ終えてない。え聞いてよ萌え台詞、私言ったんだよ頑張って。しかもお兄ちゃんっていうねシチュエーションお兄ちゃんいないですよ私。どうでしたか。でもバババババンビさんがとってもお優しく、お優しくお優しくしてくださって、たくさん本番後も写真とか撮ってくださって、私はバババババンビさんの、このポーズやりたいなと思ってたので、やることができて嬉しかったです
てか今載せたツイッターの分がマジでみっちゃんと同じ部分になってしまってすみません。私普通に一緒にいたとかじゃなくて別々の場所で考えたんですけど、本当に同じ部分になっちゃったんですよ。読みたいと思います。まず大志田美月、ティフ2023ありがとうございました。今年も出演させていただけて本当に嬉しかったです。ホットステージ激アツでした。本日は暑い中本当にありがとうございました。たくさん食べてたくさん寝てくださいねっていう文なんですけど、私の文がティフ2023ありがとうございました。初めてのホットステージ熱々でした。夏の思い出がまた一つ増えました。朝早くから暑い中駆けつけてくださった皆さん、今日は美味しいものを食べてたくさん寝てくださいね。配信を見てくださった方もありがとうございました。超似てるの、ごめんなさい。でも本当にパクったとかじゃないんですよ。本当にごめんなさい。本当に最近本当に似てきててだからさ、リングライトつけたらもうどうなっちゃうのってことになるかな。なんかでも顔ちょっとなんかピャーンってなってて、今アイラインもないよ。よくこんな状態で私は配信を始めたな。最近似てきて、なんかつけた方がいい。ちょっと肌加工をいっぱいつけたい。なんかねちょっともうメイクがねもうボロボロなんですよ。離れて、皆さん今日はどんな一日でしたか。ティフ来てくださった方、またはお仕事、または配信で見たよって方とか、すっぴんもかわち、すっぴんではないんだけど、もうほぼすっぴんみたいな。肌はもうメイクなんか落としちゃって、ホットステージめちゃくちゃ暑かったんですよ。めっちゃ本当に、あそうだよね、ティフのさ、雨降ってたみたいでめっちゃ雨降ってたみたいなんですけど、皆さん大丈夫でしたか。なんかポニーテールやだやだな、ポニーテールやだな。でもなんか下ろすのもボサボサすぎてどうしよう。はあ、やっぱツインなんですよ。低めのツインにしてるわ。低めのツイン、もうツインの跡がついてるから、こういう時はねツインなんですよ。でもねもう一個のね似てる、えお下げ、お下げ、こんなもんですかね。あとアイラインを引きたい。てかもうどうして配信が始まってから10分も経ってるのにさ、今からメイクを直すのって思ってるよねみんな。ごめんね。うん、まあこれでちょっと見える顔にはなったんではないでしょうか。メイク配信だと思うけど、こんな夜のメイク配信ないですよ。なもんダメだ。私は自分の顔を見るたびに、ああこれが足りない、これが足りないと思ってしまいます。どう？
紙袋書いたら、うん、みんな今スクショしたら怒る。スクショしたら怒るです、本当にダメだよ、しないでくださいね、スクショ振りじゃないですから、私がいいよって言った時しかスクショはダメなんですよ皆さん。振りもこんなに上手くなって、振りじゃないですからね。皆さん今日は何をしてたか早く教えてくださいよ。仕事だったの？岐阜にいたの？教えたけど見てないじゃん。それはそう。飛んでました。ということはティフですかね。なんかこうやって下がるとさ、朝6時からティフにいました。本当？そんな早くからありがとうね。本当にティフのホットステージはなんか4500人くらいいらっしゃったみたいで、そんなたくさんの方が駆けつけてくださるなんて本当にありがたいです。しかもニア充見たいって言って残ってくださってる方がいるっていうのがね、本当に、なんならニア充目当てですけどっていう方がいるっていうことがもう本当にありがたいです。どうでしたかステージ、私たちの。楽しかった、楽しかったかな、楽しめたかな、どうだった。そう、4500人いたみたいだから、今日ティフに来てくださった方全員私たちのファーストコンサートに来てほしいです。そしたらもうあと500人はあのどうにか親戚とか。って言ったらさ、全員埋まるんだよ、すごくない？疲れたチャンネルだ。親戚500人いるの。さあメンバーの親戚全員をもうかき集めてかき集めて、あのはい来ていただくっていう。え、タワー来てるの？リクンツェルさんありがとうございました。わすいません、こんな顔で。猫です、猫で許してください。ありがとう、ティフ来てくださったんですかね。教えてほしいな。2日連続配信おめでとう。あ、そうなの。もうちょっと今日はちょっと30分までとかにしようかな。ちょっと10時まではできないかも。ごめんね。うん。妖怪なりありがとう。だからそう、みんなにもね、ちゃんと寝てほしいし、私もいっぱい寝たいので、みんな、
9時半に終わるからみんな早く寝ようね。ティファ行けなかったけどコンサート行きます。ありがとうございます。パシフィコ待ってます。いっぱい反射するね、見つけるね。リクンチェルさん、ツイッターとか、ツイッターじゃないしね、 X とかでもなんかいろいろ送ってくれたらいいな、なんか教えてくれたらいいな。ツイッター、ツイッターやばい。むしろおもちゃん寝たいがいいの。え、また今日ありがとうね、見つけたよ。 X でいっぱいポストします、ありがとう。ファストコンアリスちゃん推しの子と昼夜行くんだ。待ってるね、ありがとう。ハリちゃん、ティフのモーカ忖度抜き買って、嬉しい、やった。ちょっと足もいろいろあったんですけれども、でもやりきれたかなと思っているので、みんなにいいな、よかったよって言ってもらえてすごく嬉しいです。コータさんありがとうございます。すごいなんか小木さん推しの方がたくさん送ってくださる、すごい嬉しい。あ、SSR の写真使ってくれてありがとう。あ、そうだ、あの載せた時に使ってくれてありがとうって言ってくれて嬉しかったです。こちらこそ誘ってくれてありがとうございますって感じなのに、本当にありがとう。本当にお写真が上手で本当にありがたかったです。すごいいっぱい返ってくる。周りももかコールすごかった。本当？本当に？嬉しい。お帰りだよ今。お帰りしてた。すごくももかちゃん気になってます。嬉しいです。ぜひライブとか見てくださいね。ファーストコンサートとかも亀子ありますよ。亀子席。忖度やめたの偉いね。斉藤キアラちゃん推しです。ももかちゃん推しないです。本当ですか、嬉しいです。キアラさん本当に可愛くてですね、いつもお話ししてくださって優しくて、いつもこうふわふわしてて可愛いんですよ、リハの時も。待って、にゃん、すいません。やだ、くしゃみしちゃったじゃん今日も。すいません、最近ちょっとくしゃみがいっぱい出るんですよ。ダメですよ。ね、やったーって、いや、やめてもらっていいですか。全然私は余裕くないですけど。はあ。くしゃみの瞬間だけ回線悪くて嫌になき、すいません、やだやだ、ごめん、画面の句が忘れたからもう一回。そういうことじゃないのよ。はい、違いますよ。ジュリーも配信してる、偉い、みんな偉いよ、配信して。レノンも配信してね。そう、ジュリーとレノンとね、ご飯をアリちゃんとジュリーちゃんとレノンちゃんとご飯食べて帰ってきたんですよ。だから今日配信するって聞いたら、あのなんかジュリー結構どうしようみたいな感じだったんですけど、ちゃんと言っててじゃない、ちゃんとしてて偉い。マリちゃんはたくさん寝ればいいよ。マリちゃんはたくさん寝ればもういいですから。ニャージャメンバーくしゃみ集をボーチューブ。そんなみんなさ、結構他のさメンバーさ配信でくしゃみしてる？わかんないんだけど、そんなくしゃみの瞬間にあんま遭遇しないんだよね。なんかチップがないからちょっとね、変なのかも顔が。舞ちゃんはしてる。あ、舞はもうだってもうなんか生活しててショールームしてるみたいな、生活を配信してるって感じじゃん、毎日してたら。もうさすがにだからさ、もう毎日してたらそうやってくしゃみなんか出るよね。あくびよくしてる、確かに。ネムスだよ、ネムス。私知ってるから、そういう言葉、ネムスって言うんでしょ。知ったかぶり、知ったかぶりってか知ってるんだけど。
高橋舞さんはかなりしてて、藤沢莉子選手選手やばい、あの莉子結構ね豪快なくしゃみするからねいつも。うん、でもなんか豪快なくしゃみって好きで、めっちゃあのめっちゃ気持ちいいじゃん、なんかそのくしゃみしてる人のくしゃみを聞くだけで、あ私もなんかすっきりしたって思うから、マジであのちゃんとくしゃみしてくれる方素敵です。はい、待って、私 X にさ、 X にっていうのなんか嫌なんだけど、なんかさらっと X っていうのちょっとなんか恥ずかしいんですけど、あの投稿しますわ、あのあれ配信してるよってやつ来た、お話し会に入って音楽ずっとくしゃみしてね終わりたい、あいやそんなことないですよ。てかそう最近ちょっとコナーと一緒にいすぎて、コナーと今日も楽屋隣で、楽屋ってかあの楽屋であの席隣でずっとコナーと喋ってたら、もうコナーの喋り方になってしまっているんですけど大丈夫ですか。すいません、これ本当に映ったんですよね本当に。はい、コナーってメンバーにも敬語、え敬語じゃないよ全然、敬語じゃないけどなんとかでしようってか言うのは敬語になるよねやっぱり。でも私コナーとめっちゃあの見てる YouTuber さんとか似てるんですよ、だからその方の口調がこういう感じ、こういう感じっていうか、まあちょっと変わってらっしゃる方で、でだからっていうのもあると思いますね。充電終わったら勝手に X ね、そう私もなったの、絶対に X になりたくなくて、なりたくない、じゃなりたくないわけじゃないんだけど、ちょっと青い鳥さんが結構私的にはお気に入りだったから、ちょっとなんか名残惜しいなと思って、バイバイするの嫌だなって思って、絶対自分からアップデートはしないようにしようって思ってたのに、なんか勝手になってて全然アップデートとかしてないのに、そうなのなっちゃったから、なんかね何も私は引き止めることもできず、引き止めることもできずって、はいそうなんですよ、だからちょっと悲しかった、なんか急に X になって、ウェー X になったんですけどってなって、私朝起きたとかじゃなくてね、もうなんか普通に携帯触ってるのに なったの、そんなことある？そう勝手になったんだよ。私は絶対に自分からやらないとって思ってたのにさ、勝手に変わるよね。うんうんうん、ともに愛ありがとう、愛かずやありがとう、こちらこそありがとうかずや。さあお疲れ、ありがとう、お疲れ様です、お互い。大君結婚していいよ、影太郎お疲れありがとう、かなこらかわいいありがとう、ふうありがとう、あええ見た、あのめっちゃ恥ずかしいのが、あの絵めっちゃ本当に良すぎて即保存したんですけれども、ライオン衣装の私、ライオン衣装の私がこのふんってやってるやつ使られてるのがマジで恥ずかしくて、私あの時本当に私のあれですよね、ジリンジリンジリンの時のやつですよね、本当に私あれ恥ずかしいんですけど。あの水を蹴ってなんか手の入れ歯に困っちゃってんってやっちゃったっていうのを書いてくださったんですけど、あのやこれやばくて、なんか本当にライオンって本当に格闘なのに、なんかここだけふんってなっちゃって本当に申し訳なくて、でも私はこのちゃんとあの巻きツインが雨でストレートになってるっていうのも再現してくださってることが本当になんか愛を感じてありがとうございますっていう気持ちです。しっかり保存していますので、ありがとう、本当にマリン衣装大好き、私マリン衣装ってなんでこんなに可愛いんですかね、だから今日イクラブさんがマリン衣装着てらっしゃって、あーあれ美味しいと思いました。ノイミさん4周年コンサートの衣装だったんじゃないですか、あれもなんかプリキュアみたいで可愛いし、もうオーダラビュントの衣装もめっちゃめっちゃ動きやすかったです、なんかテニスウェアみたいな素材だからめっちゃ動きやすくて、しかも涼しくてめっちゃ快適でした。大君 I love you ありがとう、栄田結婚していいよ、みゆお疲れありがとう、
ワンダフルドッグ尊いありがとう。萌えぞ虹ありがとう。萌えぞありがとうね。春は可愛いありがとう。蜂蜜結婚していいよ。影太郎結婚していいよ。めぐもりお疲れありがとう。ひまりん可愛いありがとう。リタン I love you ありがとう。え、ゆいちゃんありがとう。ゆいちゃん、え、ねゆいちゃん、私今日めっちゃゆいちゃんのこと見た。気づいてた？言ってるよね、さすがに。もうなんか母のような目で見てくれてて、ずっとゆいちゃんが。私さ、結構さ、こっち側、ニャリーイコールジョイで言ったらこっち側が多いから、こっちのなんて言う、なんて言うんだ、右だから下手側が多くて、立ち位置的に。そうだからめっちゃ目あったし、何回も本当に嬉しかった。ありがとう。ありがとうね。本当に。楽しかったよ。下手、そう、下手だと思う。ちょっと難しい。上手下手が本当に難しくて。はい。あと私は、あの、大空ビュントの衣装が、あの、すごい何回もベルトのところが外れてしまって、やばいやばいって思いながら直しながらパフォーマンスずっとしてたんですけど、みんなに言われてたかな。あとリップもありがとうね、ゆいちゃん。見たよ。また感想送ってね。映ってたかな、配信カメラに。わかんない。でも今回は、私はこの前の配信で、あの、配信カメラにアピールすることが、あの、苦手なので頑張りますっていう風に言ったんですよ。だからちょっとアピールできてたんじゃないかなって思ったんだけど、どう？配信で見てくれてた方どうだった？私見てた？ちゃんと。へこお疲れありがとう。ゆいちゃんいっぱいありがとうね。本当に大好きだよ。次、あ、会えるのはいつかな。みゆちゃんお疲れありがとう。わらび結婚していいよ。エルフお疲れありがとう。待って、このさ、葵のさ、アバター可愛すぎてやばいんだけど。本当に本当にこれマジでかわ、もう本当にもう葵じゃんこれ。本当にクマタン、アオタン可愛い。本当にこれ描いた方本当に天才です。本当に金一夫、金一品あげます。はい、にゃんこ先生結婚していいよ。リタンかわいいありがとう。いっぱいペンライトとかもありがとうね。大君かわいいありがとう。みゆ I love you ありがとう。ともに結婚していいよ。合ってた？一夫合ってる。そう、自信なかった。歌バース OK ありがとうね。歌バースも楽しみだね。歌バースもね、楽しかった。配信だったけど楽しかったよ。あ、よかった、配信見てくれたの、ありがとうね。ほんと可愛いね。嬉しい。何が可愛かったんだろう。嬉しい。嬉しいです。こんな、もうだいぶ終わりで、びちゃびちゃな顔面を見て可愛いと褒めてくださって優しいです。フラジールよかった。ほんと私フラジールを救えたからさ、今回イコノイジョイはなかったからさね。家着きました。お疲れ様。いっぱい寝てね。本当にほっぺが好きすぎる。本当ほっぺめっちゃあるんだよな。山田山田叫びすぎて喉が痛い。龍角さん舐めて。そう、今日も楽しすぎてまだいけるでしょって言っちゃった。よかったでしょ。あと今日は、私はいつもは、あのニャリクイズの2感想で、あの、皆さんの声聞かせてくださいって言ってるんですけど、ラストスパート声出せますかって言ったんですよ。聞こえてたかな、私の煽りの声ちゃんとさ、あの、何言ってるか聞こえてるかな。わかんないけど、でも聞こえてたら嬉しいな。ノイミーさんともお話しました。ノイミーさん頑張ってくださいって言って、お疲れ様って言ってくださって、あの、前後だったのでね、はい、本当に優しくて聞こえてた。あり、めっちゃ良かった。本当ありがとう。いつも
あ、大丈夫かなっていう感じでやってるから、みんながちゃんと言ってくれて、ちゃんと言ってくれて嬉しい。配信も見れてなかったけど、思うかな、あれだけ、なぜだっけ、絶対嘘やん、絶対嘘でしょ。最近ニアジョイの MV 全部見て勉強してる。やったー、ありがとうね。ツインテール似合ってる、本当めっちゃ嬉しいです。今日ちょっと高めすぎたかなと思ったんだけど、よかった。半すぎてる、あ、本当だ。なんかちょっと悪の名残惜しくない。さっきみんなに寝てほしいので半にしますって言ったのに。ああ、行かないじゃんの時ですくれて嬉しかった、ありがとう。こちらこそ。じゃあ40分までにする、40分まで。あの、今日疲れちゃったよって方はもう閉じて寝てくださいね。あの、そこはもう全然、私はもういつでも配信しますので、皆さんの体調とかが優先ですから。本当に「ショールームの切り抜き YouTube で流れてきて射抜かれました、嬉しい」。山田には雑念してもらえる、ほんと嘘でしょ、ごめんね。このたんには今日もらえたの、右膝心配なんだけど、右膝はですね、あの、念のためにつけたって感じなので、痛いとかじゃないの、大丈夫ですよ。まさか明日も、え、明日はね、どうだろう、明日はですね、明日は、うん、明日ちょっと微妙いかな、まだわかんない、まだ、まあ、うん、今もねリハビリ行ってるよ。明日もできたらするね。あ、すごい音大きい。やばい、私やらなきゃいけないこと忘れてた、やばいやばいやばい、今日締め切りだわ、待って、やばいやばいやばいです、これは緊急事態です、ちょっと40分までできないかもです、ちょっと壇上だけ読みますわ、すみません。じゃあいきます、13位エルフありがとう、12位フーありがとう、11位モンカちゃんありがとう、10位ともにありがとう、9位リタンありがとう、8位みゆちゃんありがとう、7位めぐもりありがとう、6位だいくんありがとう、5位もえぞありがとう、4位ダイヤありがとう、3位リクンチェルありがとう、タワーもありがとうございます、2位コウタありがとう、タワーもありがとうね、そして1位はチュク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 ちゃん、ゆいちゃんありがとう、ゆいちゃん本当にティフも来てくれてありがとうね、タワーもありがとう。ということで、すみませんが、私ちょっと大事な要件を思い出してしまったので終わりたいと思います、すみません、じゃあまた明日やりますわ、頑張る、多分明日できると思うから、空き時間を見つけて頑張るので、では終わります、ごめんね、おやすみなさい、みんな。